それではブレスオブザワイルドの続きやっていきます。じゃあ今回は、この古代兵装剣をナブ君に見せるところからスタートしていきましょう。さあナブ君、さあナブ、おっと、はい、よーおいっす、うん、おー、さあ古代兵装剣は手に持ってないと結構こじんまりとした感じ。兄ちゃんが持ってんの古代兵装剣じゃんか。っていうかこの武器って最近できたんじゃないの？それでよく本に載ってましたね。というツッコミを言ってみるけど、じいちゃんがすごかったのかも。いいじゃんいいじゃん、見せて見せて、どうぞ。お、かっこいい。いや本物を見られるとは。報告すればじいちゃんも喜ぶぞ。サンキュー。あ、お礼渡さないとな。さあダイヤモンド結構すごい。今のお礼は生前じいちゃんが差し上げろって。うん、お、今まで色を見せてくれてありがとな。天国のじいちゃんも絶対喜んでるよ。俺は、じゃあバイバイ。終わったっぽい。さあ幼き武器マニアコンプリート。果ての村の少年ナブが提示した武器を全て見せた。お礼にダイヤモンドをもらった。彼の祖父も天国で喜んでくれていることだろう。うん、さあ終わってしまった。ちょっと寂しい気もするけど、いろいろ見せてあげて30ルピーぐらいでもいいからくれないかなって気もするけど。おーい、おいっす、なんだ、遊ぼうよ。うん、ふう、母ちゃんに言われてなら面倒見てっからダメなんだ。俺の母ちゃん、あまりりおばちゃんと井戸端会議とかで忙しいんだって。うん、忙しいか。よー、忙しそうだね。そうなんだよ、俺は妹の面倒を見る係だからな。お、さすがお兄ちゃん、偉いな。さあ楽しそうな兄弟、走り回れ。さてじゃあどうしようかな。じゃあ今回の予定を立てていこう。じゃあまずはさあ北の方に行って、この迷路に行ってみたいんだよね。ただこれどれぐらい時間かかるかわからないけど、とにかく時間がかかるってことだけはわかるので、先に雑用をこなしちゃおうかな。じゃあ市から村に人を呼び込むために、ゲルド地方にいるなんとかダさんを連れてきましょう。おそらくカラカラバザールにいるパウダちゃんだと思うんだけど、さあちょうど中途半端な位置だな。よし、じゃあこっちから行きましょう。さあパウダ、あれ？いないだと？ここにいたと思ったんだけどな。ちょっと行方知りませんか？はあ、あごめんなさい。アーサーク、お、あうん、はい。さて肝心のパウダちゃんがここにいない、いたと思ったんだけどな。さあ行方を知らないか聞いてみよう。よ、こんにちは。おう、さあ確かあれ、ゴロン族の人がいなくなってるということは、とうとう砂嵐が過ぎ去ったのを見て出かけてしまったのか。へえ、じゃあゲルドの塔の方に行けば会えるかもしれませんね。さてじゃあどうしよう、当てがなくなってしまったな。ゲルドの町の方にいるってことかな。お、さあ犬、この犬に餌をあげても何かいいものもらえるかな。どうなんでしょう。じゃあリンゴとかでもいいってことを最近知ったのでやってみよう。ほい、さあ今のうちに辺りを見回して、いないかな、どうだろう。あそこにいる人にちょっと話を聞いてみようかな。キャラバンの人と話すっていうこともあまりしてないから話しかけてみようか。さあ宝箱を感知して、嘘、ちょっと、そして宝箱キャンセル、あ、もしかして、いやどういうこと。うん、寝ちゃったしちゃんと案内しろよ。ほらほらリンゴあげるから。さあまた水の中に入ってしまうのか。
もう案内してくれないらしいです。じゃあ自分の足で見つけに行こう。お、あったあった、これか。好感度が一定以上上がるとやっぱり突然出現するんだね。さあ中は王家の弓。うん、お、え、ちょ、あら、嘘でしょ、これはどうなった、あの取ったことになっちゃったのかな、引き抜いたということで。まだ中身取ってないんだけど。でも確かにあの判定がなくなっちゃったな。あ、もしかしたらあの持てなかったとしても消えちゃうとか、そういうプログラムなのかな、どうなんでしょう。パウダちゃんはいないし、宝箱は消えるし、散々だな。わ、かわいい。すいませんお嬢さん、つい気持ちが口に出てしまいました。うまいこと言うけど、それだけ話続かない。さあベンジャミン、やわが輩好みの可憐なお嬢さん。なんかリンクってやたらと男にモテる。まあこんな格好してるせいか。おう、うん、どこかでお会いしたことございましたでありますかな。さあ話続かない。何か物を持ってないとリンクは話すことすらしてくれないっていう、なかなか厳しい。もしもし、ん、お、砂嵐が止んだな。おう、それだけか。さてと、個人的には宝箱がなくなってしまったのがかなりショックなんだけど、さあどうしたものかなこれは。うん、まあこういうこともあろうか。今あれどうだったっけ、ちゃんと取れたのか。やばい、ちょっとよく見てなかったかも。俺の記憶は混濁してきたかもしれない。あ、古代兵装剣、俺写真撮ってなかったかも。もうちょっと写りが良さそうな。あ、そっかそっか、ここだと刃の部分が出てこないのか。なるほど。まあいいでしょう。 OK。 さてと、じゃあ次はゲルドの町の方に行って話を聞いてみようかな。さてと、さあルーカさん、何か情報を持ってませんか。うん、ナボリスの脅威は去ったようだが、砂漠はいつも危険と隣り合わせ。うん、わかりました。どこかにいるってことかな。洋服屋、うん、裁縫が得意というからにはやはり服屋と関係がある可能性が。わさーく、はーい。うん、ナボリスちゃんすっかりおとなしくなっちゃいましたけど、何があったんでしょうね。でもこれでお客さんも増えそうですし、私も頑張らないと。頑張ってください。うん、結構です。うん、お、うん、さあうまく押していく。しかし、お、なんかやたらと砂嵐が濃いな。砂嵐というかこの場合なんていうの、交差的な。うん、さて当てがなくなったな。もしかしたら宿屋の中にいるかもしれない。お、子供たちが集まって何か話してるぞ。あ、キクルの畑どうなったかな。マキアね、フルーツたくさん食べたい。今度みんなでお手伝いに行こうよ。お、さあ手伝っておねだりしていく。なんかちょっと、お、丸バツゲームやってる。おお、なんだ、子供っぽいなんかところいっぱいあるじゃん。へえ。さあパウダちゃん来てない。うん、あ、そういえば氷室の話全然やってなかったな。うん、いないかな。ボーイなんて、ボーイなんて。さあ管巻いてる。お、コロンさん、ここにいるのは珍しいな。はい、あ、うん、真珠のせいでずっとカラカラバザールから出られなかったから喉もカラカラよ。あ、じゃあそっかそっか、カラカラバザールからこっちの方に来られるようになったと。じゃあどこかにやっぱりいるのかな。お、あら、ちょっとここ笑うとこなんだけど、
あ、うん、わかってる。さあ、今のはかなり有益な情報。ってことはやっぱりどこかにいる可能性が高いな。じゃあじっくり探しましょうか。うん、夜のゲルドの街の音楽もなかなかいい感じだね。さあ、キャリバンさん、相変わらず食べてるね。はあ、うん。さあ、特に何かチャレンジが起きるわけでもないね。お、あれ？さあ、チャレンジが出てるぞ。どうした？なんだと？またパレッタが帰ってこないだと？今度は南西の方にある巨大化石を調べに行くって、うん、一応止めたんですけど、止まってないからここにおらんのだろう。確かに。でもあの辺はオルドラジークがいて危険だし、さすがに行かないかなと。そうそう、それにあの辺りは極所地帯ですし、私たちの装備では長くはいられませんし。バカモン、あいつにそんな危機管理能力があるわけないだろう。つい先日も先走って賊に捕まったばかりだろうが。はあ、バレッタもバレッタなら、お前たちもお前たちだな。しかし、なんであいつはこう何度も何度もトラブルばかり起こすんだ。さあ、ミニチャレンジバレッタを探してが追加された。さあ、バレッタがまたいなくなった。南西の方にあるという巨大化石を調べに行った場は帰ってこないらしい。巨大化石というと、なんかあのクジラの話かな。そしてモルドラジークが出没するだけでなく、特別な装備がないと危険を伴う極所地帯だという。地図を頼りにバレッタを探そう。うん、やっぱり隠しきれなかったか。うん。さあ、この町から南西の方にある巨大化石には妖精が住んでるって噂があってな。バレットが好きそうな話だと思っていたんだが、なんせあの辺りはモルドラジークの住みかだし、まさか一人で行くとは。ナンジ先輩怒ってるな。そりゃ怒るよね。この前もバレッタちゃんのことでチーク隊長に散々怒られてたからな。確かにそうでしょうね。責任ありますからね。でも一応私は止めたんだぞ。あそこは極所地帯だから、行くならしっかり装備しろよって。それ止めてないよね。あってむしろ後押しした結果になりましたよね。でもちゃんと装備してたならいいのかな。サーバーサーバー。さあ、相変わらず修行修行。うん、あ、ちゃんと話が変わっていく。おはや、さすがゴーゴートカゲ。うん、うん、どうした？隣のお店から聞こえてくるおしゃべりの声がうるさくて全然眠れないんだ。あ、これは聞き耳を立てられるっていう情報だね。窓の下まで行くと何か喋ってるまで丸聞こえ。ハールは大きくなってお酒を飲んでも絶対小さな声で喋るんだ。ダメそう。うん。さあ、聞いたことあるけど、お、キャリバンのことだけどさ、うん、あの子本当に最近見ないよね。うん。うん。極度のめんどくさがり屋だったから、旅に出たわけでもなさそうだし、どこに行ったんだろうね。塀の上とか、確かメロン食べてましたよ。何それ、ありえないでしょ。うん、さあ、噂を聞くことはできても、キャリバンさん、あれ？何かチャレンジやっぱり出るのかな？さっき言った時は何もなかったけど。うん、一旦カラカラバザールに戻った方がいいかな？もしかしたら、バザールの方にいるかもしれない。うん。サバサーバ。ん？ハートミルクスープのレシピがちょっと思い出せないよね。ハートミルクスープって？ハートミルクスープをマスターすれば、ブローイもマスターできると言われていてね。フレッシュミルクとビリビリフルーツとひんやりメロンが一つずつ。あと、ハート型の野菜が二つ必要なんだけど、ハート型の野菜。そのハート型の野菜が何だったのかどうしても思い出せないよね。ビリビリにメロン、そしてミルク。うん。いい場合は立ち止まらないものなの。うん。さてと。サバサーバ。はい。何を？うん、それか。うん、さて、特にミニチャレンジが出てくるわけではないけど、レシピを教えてもらえたってことかな。さあ、素材、
ハート型の野菜っていうとなんだろう、野菜というか素材か、うん、覚えがないな。まずミルク、メロン、ビリビリフルーツ、ハート型、マックスラディッシュは若干ハートに近いような気もするけど、見た感じないな。自然界で取れるアイテムじゃないのかも。うん、もしかしたらマックスラディッシュ対マックスラディッシュを2個入れるとかなことないかな。わからん。保留。お、ちょうど目の前に。じゃあどうしようかな、やっちゃおうかな。ふん、よし。じゃあミルクに、これとこれ、でもこれ以外見当たらないから入れちゃおうかな。さあ、ハートミルクスープできた。フルーツの甘さたっぷりのスープ、2人で一緒に食べると仲が良くなるというジンクスがある。おお、2人で。残念ながら俺は1人旅だからしょうがない。うん、できたよ。あ、特に教えることはない。へえ、うん。つうかマックスラディッシュ使ってるのにハートミルクスープになっちゃうってちょっと弱体化してない？本来だったらハート全回復の上に黄色いハートがつくはずのところが、まあ全回復できるといえばできるか。まあいいでしょう。何か料理を持ってきてほしいってやつ結構少ないからな。あ、ミツバちゃん。ああ。うん。ゲルド族の本でも過去感を持って今いろいろ調べてんねん。うん。そや、とっておきのネタ教えたるわ。なんでしょう。ゲルドの平均身長はビリビリフルーツの木と同じぐらい。お、おう。どうや、ネタやろ？うん、それは、まあ、本にするには結構いいネタかもね。字数は埋められそう。さてと、いろいろ情報が得られるけど、肝心の人がいないんだよな。お、なんだ、いるいる。どこに行ってたの、パウダちゃん。寝とるし起きないし。うん、昼間は違うとこにいたのかな。んだ、じゃあやっぱりこの宿の中に入ってみるべきだったかな。うん、ん、心中もいなくなったことだし安心して休んどっとくれ。ここで足止めされてた人たちはみんなゲルドの町に行ったってことだね。じゃあ普通のベッドで朝まで。サボった。よし。さあ、これは前見たことあったよね。例の三種の神器に加えてメロン入れるとこれになる。やってみよう。さあ、起きてる起きてる。じゃあバターに小麦にきび砂糖、そしてメロン。さあ、ひんやりフルーツパイ。おお。さあ、レベル1の効果しかないけど、パイ生地に果物をたっぷり乗せたデザート。ハイラルではお祝いの際によく作られる。へえ。じゃあ、ゲルド特有のやつではないんだね。美味しそう。さあ、パウダちゃん。サボった。はい。かわいいパイね。あなたもボーイハント？いえ。うん。いや、今日は、うん、ある意味ではボーイハントに来たんだけど。はい。あれ？聞き間違いかしら？お互い頑張りましょうね。うん。あれ？ああ、この子じゃなかったっけ？間違えたか。ボーイハントしてた人か。
あれじゃあ、わ、普通に間違えたっぽい。最後にだって名前がついてるから彼女かと思ってたけど、ガーン。お肉食べる？お、さあ新しく宝箱を用意してくれるっぽい。何回でも出してくれるのか、それとも復活したのか。おお、さあ今度はちゃんと取れるように用意しておこうかな。じゃあ置いといて、サンキュー。ほい、さあ宝箱が消えないように、硬いものの上に置いとこうかな。おお、ちょっとずれてるけど、まあまあいいか。さあ、お、コイルカップ大、まあまあいい感じかな。よし、じゃあ取り替えていきましょう。お、うん、まあとりあえず取りっぱぐれたお宝ゲットできたし、そしてボーイがいないとなんともならない。あ、わかった、そうか、そういうことか。さあ隠れて、ついつい淑女の服になっちゃってたけど、さあここは男らしい格好になって、さあ今日はバイハントに行きましたよ。うん、お料理、お習字、お裁縫、バッチリなつもりなんだけど、はあ、どこかに私に懐かしいバーワイじゃなくてボーイはいないかしら。いるよ。え、なになに、ヤブカラ棒に詳しく聞かせて。さあ市から村っていうとこで榎田さんが作業着を繕ってほしい。うん、それくらいお安い御用だけど、あっかり地方はちょっと遠いわね。確かに。でもここにいても拉致が開かないし、その市から村とやらでボーイハントかな。確かに向こうまでいるゲルド族の人もいるみたいだからね。さあ情報ありがとう。一旦お家で大きな荷物取ってくるわね。結構遠いけど、どうでしょう、大丈夫かな。うん、さあ行動力ある、今までずっとここにいたけど。さあまた一人市から村に誘致できたってことかな。よし、さあゲルド族のパウダーが市から村に引っ越した、無事に到着しただろうか。彼女の様子を伺いに行くついでに榎田に報告しに行こう。はい、勘違いからゲルドの町に行っちゃったりしたけど、おかげでいろんな情報を得られたからよかったかな。さあそれじゃあ榎田さんに会いに行きましょう。さああそこにはコログポイントがあるからやっていきましょう。さあこれは順番に回っていく。そして一番最後は木の上。 OK。 よし、さあ素材をガンガン集めていきましょう。木下のところは星のかけらかな。お、さあ新しい家ができてる。市から村。お、さあワンちゃん、餌あげれば宝箱もらえるかな。じゃあほい。さあメロン食べるかな。お、食べてく。よし、さあ榎田さん。おう、やあ、ゲルド族を連れてきてくれたんだな、ありがとう。早速作業着を作ろってもらった。しかもいい匂いがする。名前もパウダーで申し分ない。彼女は裁縫の腕を生かし服屋を開業したようだ。また挨拶するといいだろう。うん、うん、さあ次なんだが、人を呼ぶためには薪の束を30本持ってきてくれないか。さあお安い御用だ。オッケー、いいよ。うん、うんうん、いよいよ村らしくしたいのだが、そのためには物流を作らないとな。そんなわけでよろず屋を招きたいんだが、俺たちにはそのノウハウも物流のコネもない。なので物流も含めてよろず屋ができそうなやつを探してくれないか。物流、
物流といえば、リト族なら飛び回っていろいろと強いられそうなもんだが、そんなに都合よくいるもんだろうか。お、ちょっと当てがありますよ。うん。さあ、確かリト族に、よろず屋の息子でペーダ君っていうのがいたよね。さあ、おっと？さあ、冒険手帳。えのきだが言うには、村によろず屋を開きたいので、ノウハウのあるリト族を探してほしいとのこと。はい。まあ、当てがあるからいいでしょう。まだ欲しいのかい？なんかすごくドシーンドシーンって感じで揺れてるけど、気のせいかな。うん。おお。そしてワンちゃんは特に反応がない。うまい度じゃないからかな。もっと欲しいのかな。うん、ダメっぽい。さあ、グレーダさんが叩くとなるわけではないんだ。あれ、じゃあ気のせいかな。うん、たまたまか。そうっぽい。お、さあ人がいるぞ。お、さあ、あんた誰です。さあ、ハギさん。なんだね、チミは。旅の者です。下賤な庶民と口を聞く暇などないんですが、まあいいでしょう。なんだ？チミ、そんな身なりだから、きっとお金に困っているでしょう。いえ。ふん、ふんとか言って。いや、古代兵装が欲しかったから、大量に持ってた焼きリンゴを渡してきたんですよね。500個ぐらい。だからお金は結構余ってるんだけど、まあ話聞いてみようかな。うん、はい、正直でよろしい。じゃあ前金で100ルピー差し上げましょう。前金？細かいことは気にしない。じゃあはい、追って。さあ銀ルピー。おーほっほ、受け取りましたね。なんだ？それじゃあ私の言うことを聞いてください。この村の西に広がるターリンシッチ、あそこってガーディアンがいるんでしょ？え、知らない。しかも2体も。あれってあれでしょ、1体でも十分お強いんでしょ。まあかなり強い方じゃないかな。だからチミ、ターリンシッチで歩いているガーディアンを2体ともぶっ倒してください。さあ、ミニチャレンジ、成金の遊び方。さあ、ハギからガーディアンを倒してこいと言われた。マイキンを受け取ってしまったのでやるしかないよ。やるしかないって。さあ、リンクもある意味ではちょっと騙されやすいような気もするが。さあ、ターリンシッチ。さあ、ちょうど見えてるとこだね。お、うん。さあ、確かにガーディアンの残骸がやたらといっぱいあるけど、うん、そっか、ここでガーディアンに対抗していっぱいやっつけたのかな。じゃあ、あそこにあった大砲って結構役に立ったのかな。きっとこの辺りからビーム打ちまくってたんでしょうね。うん、こうしてみると、ちょっと待って、写し絵に切り替える。ここからこう、あれ？こっちはこう行く方か。じゃあ結局、こう登っていくしかないわけだ。ガーディアンたちはもしかしたらここから足を使って無理やり登ろうとしたのかもしれないな。うん。さあ、それじゃあ暇があったら、やっつけに行きましょう。さあ、あなたって倒してきた？うん、庶民とのコミュニケーションもセレブの務めか。私はハギ、泣く子も黙る剛腕ハギとは私のことですよ。私は全てを手に入れてしまってね。最近は命のやり取りを見るくらいしか楽しみがないんですよ。さあ、金持ちの道楽ってやつか。虚しい、全てが虚しい。分かったらガーディアンを2体倒してきてください。うん、じゃあ倒してきたよ。嘘ついてもダメですよ。わかるんですか？まあまだ言ってないからね。これだから庶民は。はい。うん。さあ、どうやらこの村は他にも入植してくる人がいるっぽいかな。お。さあ、パウダさん。バサ
はい。サバーク。うん。夜になったらサバサーバ。さあ、私のこと覚えてる？パウだよ。エノキダの作業着なら毎日のように繕ってるわ。それにしても、エノキダの作業着、汗臭くて嫌になっちゃう。しょうがないじゃん。彼と話してもツッケンドンだし、ほんとつまらないボーイよね。うん。せっかくここまでボーイハントに来たのに、あんなのしかいないのかしら。うん、なかなか来て厳しい。結構エノキダさんは真面目でいい男だと思いますけどね。ちょっとコミュニケーションがないと、女の人とはうまく付き合えないのかな。さあ、ある意味では硬派。おう。うん。そうだね。あ、はい。さあ、他に人はいるかな？家の中にいるという可能性もなくはないか？うん。さあ、それじゃあ迷路の方行ってみようかな。結構時間かかっちゃったけど、まあいいでしょう。じゃあレッツゴー。さあ、それじゃあまずは古代兵装を買いましょう。さあ、営業中。さあ、チェリーちゃん。さあ、それじゃあまずは古代兵装や買っておいた方がいいかな。お金もあるからいいでしょう。はい、よし。オッケー。じゃあ古代兵装の、兜とか鎧を買っていきましょう。はい。さあ、できたでー。さあ、6000ルピーポンと払いましょう。よし。じゃあ早速装備してみましょう。さあ、古代兵装の兜、ガーディアンのパーツを加工して作られており、古代エネルギーの攻撃を軽減する効果を持つ。おお。おお。なんかすごいあれだ、ゲームとかの終盤に出てくる雑魚キャラクターが着てる鎧みたいなそういうモブキャラっぽいところがある。うん。でもまあまあかっこいいかな。さあ、そしてガーディアン系の武器ってガーディアンに効きやすいっていう特性があるけど、なんで古代兵器から受けるダメージを軽減できるんでしょうかね。互いに弱点みたいな感じじゃないのかな。まあいいでしょう。よし、これは後で鍛えてもらおうかな。お、なんかリンクさんの髪がほどいたんだ。へえ。なんかちょっと刀を持ちたくなりますね。古代兵装刀とかないのかな。なかったよね。まあいっか、体験とか持てばそれっぽいのかな。さあ、それじゃあこっち。これはでもこれクリアするだけだったらなんとなくいけそうな気がするけど、全てのなんていうか行き止まりとかチェックしていこうと思ったら結構時間かかりそうじゃない。さあ、バネは取れそうだけど、また後にするか。おお、さてと、うん、上の方から入っちゃえば楽っぽいかな。と、お、まさかの飛行型ガーディアン。お、しかも一体だけじゃない。さあ、宝箱を感知。お、ちょっと多すぎじゃない？さあ、これはまあいいや。さあ、ちゃんとたどり着けるか怪しいとこだが。さあ、老明島。お、あれ？うっそ、今まで網目なんかなかったのに急にシャッターが降りたぞ。どういうこと？お、さあ、孤島の迷宮を訪れし者よ、その他に試練を与えよう。迷宮を踏破せしとき、何時に祝福が与えられるであろう。うん。さあ、そして、お、おお。ちょっと持ってない。
さあ、これは結構大変そうだな。じゃあ武器はマスターソードがいいかな。つうかこれは結構時間かかりそうだから、また今度にしようかな。見た感じガーディアンがいっぱいいそうだし、うん、登れるかどうかだけチェックしようか。お、普通に行けちゃいそう。着替える。さあ登りきって、お、うん、ああ、なるほど、あの飛行型ガーディアンはこうやって上の方から行ってズルしようとするプレイヤーのために用意されてるってことかな。どうなんでしょう。うん、さあとりあえず行けるかどうかだけチェックしちゃう。真ん中突っ切っていけば割といけそうな感があるけど。お、さあ風が強い。さあ屋上まで出てみたけど、真上からはいけないっぽいかな。これはダメか。さてと、ちょっとよく見えないな。見た感じここに階段があるような感じだね。こっちもか。となると、こっちかこっちから入ってこれるパターンがあるってことかな。ここかここが怪しいかな。うん、とりあえず上から様子を見るか。さあこれは55薬飲んでいこうかな。さあどこから入れるかわからないから、これはなかなか大変そうだぞ。途中でなんか土手っ腹が空いてるみたいな場所があればいいんだけど。風が強いけど、これは何か意味があるのかな。うん、とりあえず降りてみるか。この辺りは怪しいかな、裏側。お、さあ穴が開いてるっぽい。うう、お、さあ上層に行くにはどうしたらいい。おっと、さあお宝。うん、おっと、これは、おっと、弓がない。おい、わっ、おっと、さあなかなかやる。そっかそっか、避けるとき円形に避けるから距離が取れなかったのか。なるほどな。おお、何これ。さあこういう時のためのマスターソード。お、ちょっと、あと 2,3 回振ったら壊れちゃう。さあついつい来ちゃったが、お、さあ王家の弓が裸で置かれてる。うーん、でも持っていけないから
いっか。そっか、宝箱判定だけじゃなくて素で置いてあるアイテムもあるから、こういう行き止まりっぽいところとか見に行くと何かあるかもっていう、そういうこと。さあ結構厳しいぞ。うん、この辺りとかじゃあ見ていきましょう。登れるかな。さあクライム系だったらなんとかなる。おお、ちょうどいい感じ。さてと、ここは何もなさそうな気がする。さあ途中で捕まって登っていく。お、さあ横穴があるぞ。おお、それっぽい。お、さあ茨がある。これは燃やしておきましょう。もっと燃えろ。あったかーい。おお、これは？さあ替えの体験が素で置かれている。うん、でもまあいらないかな。さあ階段を上がっていって、これ上層の方へと近づくことができる。おっと、さあマスターソードがだんだん、ん？さあこれは、おお、ガーディアンが近くにいるってことか。消えた。お、おー、ゴールできたっぽい。さあ上から入っちゃって迷路を無視していくってこともできる。さあこのゲームに反則なんてない。トゥカロの方から、さあコンプリート。うん、さあそれを抜けた先には古代の祠が待ち構えていた。よし、じゃあもらっちゃうだけもらっちゃおうかな。お、松明があるね。うん、さあここにあったシャッターも上がって、これでいい感じかな。さあこっちの方は、おっ、びっくりした。なんだ、あー、ここに降りてくるのか。へえ、よし、じゃあ祠入ってみましょう。ちょっとマスターソードは、あれ、意外と、もしかして、おお、今の見た感じだと耐久力が2倍くらいなるのかな。どうなんでしょう。じゃあ入っちゃいましょう。待てよ、裏側に何かあるかも。ないか。宝箱以外にもアイテムが置かれてることがあるっぽいから気をつけていきましょう。さあ祝福。さあ中身は、さあ蛮族の兜、うん、フィローネ地方に住んでいたと言われるイカ略、うん、これあれかな、ローメイ系の場所には必ず蛮族シリーズがあるってことかな。確かどこかで聞いたな。もうちょっと西の方、あったあった、マリットウマヤドで確か北の方に巨大な迷路があるって話を聞いたから、この辺りにもう一個ローメイ迷路があるのかもしれない。おっと、さあガーディアンが初期配置となって、そして上昇気流がある。お、あ、これは下の方に行けるやつか。お、あれ、ああ、ここ下、え、ちょっ、おお、なんだこれ、怖え。さあ現在地は祠の真下ってことか。うん、祠を抜けると、穴が開いて下に来れるようになったということか。うん、さあ、あそこに宝箱があるけど、あれを取りに行こうとすると
ガーディアンに攻撃されるってことかな。さあ動くガーディアンもいる。うん、さああれちょっと気になるな。これは大変だぞ。さあ特にこれといって何かあるわけではない。意外。さあマスターソードが回復するまではちょっときついかな。ガードジャストだけで反撃していく。お、歩くガーディアンがまだいるか。こいつら全員起動させたら結構大変なことになるな。どうやらお宝はあそこだけっぽいかな。さああそこ、うん、じゃあささっとかすめ取ってきちゃうってのがいいかな。じゃあ鎧をつけて、よし。じゃあこの場合は55薬でも飲んでいこうかな。むしろどっちかって言ったら忍びスーツの方が良かったか。さあダイヤの頭飾り、お、ちょっと意外な感じ。お、おーっとこれは、うぅ、やばい。おお、逃げろ。あぶね。どうやら宝箱を開けると一斉に襲ってくるっぽいのかな。おっと、さあ普通にガーディアンがバッコしている。お、さあここにも上昇気流があるぞ。うん、あ、ここまでたどり着けなかった人のためにこれが用意されてるってわけだ。ちょっとなんか押し出される風もあるけど。さあ現在地はここ。うーん、ここまたここだけをプレイする感じでやらないと全部踏破するっていうか、こういう行き止まりとか見ていくことはできないかな。時間的にはかなりかかりそうだけど、まあでも祠はクリアできたからいいでしょう。じゃあそうだな、ペーダ君連れてきちゃおうか。お、さあ夜光石が結構置いてある。あ、そっかそっか。逆に押し出される力を借りればあそこに行くこともできると。さあ場所は、うん、この辺り何かありそうだけど届くかな。さあ下の方にはリザルホスがいっぱいいるぽい。ほい、今頃びっくりしてるかもな。さあこれはなんだろう。あ、転ぶポイントっぽいな。よし。さあ中身はわからんけど、よし。さあ岩砕き、はい、よし。さああとは、おっとまたガーディアンか。うん、あ、そっかそっか。じゃあ古代兵装の鎧も鍛えてもらった方がいいのかな。うん、じゃあまあとりあえずペーダクに会いに行きましょう。さあご機嫌いかが。お、はい。あ、服着てないといけないんだ。せっかく脱いだのに。しょうがないな。はい、はあ、真珠版メドウもお母さんももううんざり。僕は手伝いじゃなくて自分の店を開いて好きなものを売りたいんだ。うん、市から村はどうです。市から村、なになに、詳しく教えてよ。へえ、よろずやを募集してるんだね。
でもアッカレ地方か、ちょっと遠いな。ちょっとどころではない気がするけど、まあ店を持てるならどこだっていいか。お、なかなか、うん結構なんかみんなさ、なんかクサクサしてた割にはやるぞとなったら結構行動力ありますよね。さあよし、決めた、行ってみる。でも今メドウがいるから下道でゆっくり行くとするかな。あ、そうだね、頑張ってください。さあ歩いていく。よし、さあペーダーが一から村に引っ越しした。うん、この場合お母様はなんておっしゃるんでしょう。話しかけられないだと。はい、うん、あ、よろずやと間違えた、ごめんなさい。間違えた、普通に間違えた。ここってうん、さあ息子の話は全くしてない。つうかお母さんに報告しないで行っちゃったのかな。まあいいでしょう。さあ行きがけのダチンというやつ、剣山、うん、はい、はあ、じゃあこれ、さあ古代兵装はやっぱり古代関係の素材だね。オッケー。うん、うん、さあレベル2からは、うん、歯車か。はあ、ああ、さあレベル3は、さあシャフトとコア、うん、まあギリギリ間に合うかな。うん、はい、よし、じゃあどんどんやっていきましょう。よし、うん、さあ防御力が18ずつということはハイリア兵の鎧と匹敵するぐらいですよね。さらに古代兵器に対して耐性が上がる、これはすごい。さあつけていく。そしてセット効果は古代武器攻撃力アップ、おーすごい。ということはさらにこれでガーディアン系の武器とか古代兵装、どっちだろう。ガーディアン系でも効果があるんでしょうか。それを後で調べるとして、うん、古代兵装剣を装備しているとさらに攻撃力アップみたいな感じでしょうかね。よし、じゃあ行こう。さあこうしてみると一から村もだんだん村っぽくなってきましたね。おっ、さあ、えのきださん、うん、お、あ、はいはい、ちょっと普通に飛ばしちゃったけど、彼自身が飛び回り仕入れたものを売っている。また見ていくといいだろう。はい、さあ薪の束50本、いけるかな。いけますよね。はい、手前味噌なんだが、どうしたの。婚約した、うっそ、おめでとう。ありがとう。お相手は？そこのパウダだ。わあ、意外すぎるっていうか、まあなんとなくあの展開からは行きそうな予感はしてましたよね。お似合いですね。ありがとう。しかし式を挙げるにも神父がいないことには話にならん。これはカポーダさんの出番なので、神父ができそうなやつを探してくれないか。神父？神父ができそうな神聖な種族といえばゾーラ族が真っ先に上がるが、神聖な種族なんだ、そういうのあるんだね。うん、あ、はい、いやそんなこだわらなくてもいいじゃん、神父だよ。うん、さあ臨時でここに来てもらうというわけにもいかないらしい。さてと、なんとエノキダはパウダと婚約したようだ。結婚式を挙げたいので神父ができるゾーラ族を探してほしいとのこと。はい、まあ最初ね、なんか嫌よ嫌よもなんとかのうちみたいな感じだと思っていたけど、さあパウダさん、サバーク、うん、だよね、サバサーバー、
さあ、そうそう知ってるかもしれないけど、私、えのきだと婚約したの。え？ここはえって言っておこうかな。ふふ、びっくりした？えのきだって働くこと以外脳がないけど、ま、それもいいかな、なんて。うん。あ、おう。ちょっと、慣れ初めもうちょっと詳しく聞かせてくださいよ。仕事してるうちに、なんていうか、お？挙式なんだけど、あなたも列席してくれる彼、あ、言えてない、ごめんなさい。列席してくれるかしら。もちろん、もちろんでしょう。サークサーク。でも今は新婦を探してるところなの。うん。衣装はなくてもなんとかなるけど、新婦役をグレーダ君やペーダ君にやってもらうわけにはねえ。うん。確かにあの二人だとちょっと。さあ、ペーダ君。ペーダ君どこ？雰囲気からするとこの辺りだと思ったけど違う。お、いたいた。お、さあ結構品揃えがいい感じかな。お、古代の歯車、爆弾矢、うん、あ、木の矢は買っておこうかな。はい。どうよ最近儲かりまっか。そうよ、俺電気の矢って撮影したことがないかも。お、うん、お、まあまあいい感じかな。パシャリ。お、いいね。ちょっと固まりすぎてて良さが伝わってこないけど、まあいいや。おーい、いらっしゃい。やあ、やあ、しばらくぶりだね。うん。ほら僕ペーダだよ。いや、そんなすぐには忘れませんって。リトの村から来る途中、変なやつに何回か絡まれたけど、なんとか来れたよ。俺もしょっちゅう絡まれます。しかし一から村はいいよね。お母さんもいないし、何より自分で好きなものを仕入れて売るってのが楽しくってさ。お、いいね。そんなわけでよろずやオープンしたんで、バリバリ買ってってよね。 OK。 うん。さ、というわけでまた今度カポーダさんに話しかけて連れてこようかな。さあ、じゃあ今回はこんな感じでいいかな。さあ、気になってたここ、これはうん、また別パートでやっていく感じかな。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。